ピオキングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、キャンセルバックズトゥーチャーチャンバーって読むと思うんですけど、このアブトンさんね、トロールコースを作る方でめっちゃ有名なんですよ。でもね、今までのこの方のトロールコースめっちゃ消えてたの。残されたトロールコースがこれぐらいしかなかったんだよね。まあ自分で消したのか、それとも任天堂に消されたのかちょっとわかんないんですけど、この方のコース消される前にね、早めにやっておこうと思いまして、このコースやっていきたいと思います。あのサムネってさ、犬かな。キャンセルバックズトゥーチャーって一つも単語わかんないからね。それじゃあここは最初にこのハテナ叩こうか。ここきっとアイテム出るよ。タイミングよく叩きます。それじゃあここ最初ハテナ叩いたらいけないっていうことは分かりました。で左から入ると見せかけて右から行こう。こっちが正解でしょ。入れんね。それじゃあ右は入れなかったんで、左の土管ここすぐ入っていきます。これが正解だね。このアブトさんマジで引っ掛けるのうまいんだよな。ここタイミングよくジャンプでしょ。ここなんでいやほんとこの方のコースねめっちゃ好きなんだよね。引っ掛け方がマジで笑えるっていうか。じゃあここでリンク取ってシャッよっしゃ、これで正解でしょ。そしてこのスネークブロック取ってシャッシャッ、よし来た。いやよくわかってるで、こんなところにパックン設置されてたら倒したくなるよね。それじゃあこの B スイッチを押さなきゃいけないと思うんですけど、多分この辺でさ指出すんじゃないの、こういう風に。これが正解でしょお花畑だね。じゃあここは指を出してパックンフラワーを倒しながら進めばいいんじゃないのかな。きっとこれで合ってるよね。さあボムって書いてます。次にボムがいるのかな。なるほど、ここでボムを出しておけっていう感じかな。でガード、うわ待って、ここはボムを出したらいけなかったんじゃないの。やっぱりだ、どけこのおでじじそれじゃあこのドアに入ったら何もしない、それで勝手にブロックが壊れてくれるんだよね。さあここでヒップドロップでおでじじを倒しましょう。おらと見せかけて、ここは下に降りるんが正解なんじゃないの。それ怪しくない。ここ一旦爆弾で壊しておこうか。どうなる、なんもない。隠しブロック攻めて置いといてよ。救済措置ちょうだいよ。シャ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 。もうそれじゃあここは普通に行くで、突き刺しして土管に入っていきます。次は何だろう、ここでボムがいる感じかな。出しておくで、ね、あどうせ壊される感じだね。そしてここでバネに乗っていく感じか。ビヨーン来ました。オンオフをして破壊する感じでしょきっと。で左に行けます。大丈夫、まだ大丈夫だよ。よしよしよし、あの花に引っかからなかったね。これはかぶれないでしょ、スターも取れないよねきっと。あでもどうなんだろう、これ上に行けんのかな、どうなんだ。うわあのトゲ層の中にメットが隠されてるっていうことか。それじゃあここはメットをかぶってすぐ上に行く、そういう感じだね。さあ来ました、次の場面。ちょっとここでさ、みんなやりたくなること一つ言っていい。 P スイッチが発動するじゃん。そしたらその音楽に合わせてリンクの剣を突き刺す感じ。シュッ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 、絶対したことあるでしょみんな一回はじゃあここはドアに入ったらすぐ骨が折ったよね。骨を回避します。いました、そこはどけじゃあここは骨を倒して一旦キノコが来るまで待っておこう。このキノコを取って循環ゲットか。さあ循環ゲットしましょう。でここは右上のドアか扉か、ドアか扉両方一緒だったね。ドカンか扉かって言いたかったんだよね。ドカン入れないでしょ、あやっぱ入れないね。なんでこの扉入っていきますね。うわブンブンがいるじゃねえか、左に逃げていい、こっちが正解でしょ。このブンブン気になるな。あ左左、あやなんでなんでなんでってて、うわ出たよ、上見て扉があるでしょ。瞬間戻されるステージだねここ、気をつけないと。それじゃあここはもうすぐ左に行ってドカに入ってよかったね。あの P がなくなって右下の矢印がめっちゃ気になるんだけどな。じゃあここはブロックを壊します。でステークブロックに乗って一緒にどこまでも行こう、そういう感じでしょ。でここで上でいい感じだよね。であのステークブロック追いかけないといけないんじゃないの、そういう感じでしょ。ここよっしゃ
うそフラワーがいるじゃねえか。じゃあここはフラワーが出てくるのを待っておこう。一旦この場所でフラワーを出しておいてもらって次に進む。そういう感じだね。さあ次に来ました。ランって書いてるで、ね、信じてみる。僕こういうの信じたい派なんだよね。さあ信じていきましょう。たくさんのファイヤーバーがありますけど、これは信じていっていいでしょう。ラン頼む。いい感じじゃない。なんかスリル待ってんだよ。さあこのまま右に。そこはダメなんかーい。さあ戻ってまいりました。ランの場所一番右に着いた時だけもう右を押しっぱしなくていいっていう感じだったね。なんでここで何もしない、そういう感じだね。そしてこの火がなくなって一番右。うわこれ右ゴールじゃないよね。でもすげえ怪しくない、こんなところにさあるってことは。頼むゴールでしょ。ただの茎。まあそうじゃないかなと思ってました。ここまだゴールは早いもんね。まだ中間2が絶対あるはずなんだよ。ここだね、中間2ゲット。よっしゃ、なんで違うの。え、こっち中間位置戻されるっていうやつ出たよ。ここで戻してくんのか。でもさっきと違うパターンありえるよ。まだチャンスは僕見捨ててないからね。さあ行きましょう、さっきと違うパターン。なんか来てくれ。ほらなんかキノコがないもん。熱くない？っていうことはまだチャンスあるよ。なんそれ。それじゃあここは右じゃなくて左に行こっか。こっちが正解だっていう感じだったね。エンドって書いてる。これで終わりなのかな。どうなんだろう。いや本当に終わったじゃねえか。いやいや生きてる生きてる。よかったんでこのドアに入れっていう感じだね。上の土管、あ上の土管も行けそうだよ。うわどっち行く。ドア入ってみていいかな。頼むドアが正解でやってくれ。さあ行きましょう。どうなる。嘘でしょ。またこっからですか。土管の方が正解だったんかな。そうだ、あれ、あいやこっち合ってんじゃないの。ほらほらワンチャンあるよ。悔しい。なるほど、何もしなければよかったのか。ということはこの土管に入ったら死に耐久かな。なんかそれらしいぞ。うわ動けないパターンのやつじゃねえか。なんなんだこれ。なんか音鳴れよ、寂しいじゃねえか。なんで無音なの。やっとなったぜ。じゃあこれは長そうだな。こういうタイプ大体長いんだよな。早くやれよロケット、こっち来てよ。何ぐるぐるやってんの。あ来た来た来た。いやこれ絶対届かないやつだね。次はナイス踏むんじゃねえ。頼むもう一番中途半端なやめて、こういうの。もうこれ当たってもさキノコになるじゃん。でその後地面になるやつでしょ。もう3回も当たらなくちゃいけないんだよこれ。頼む次ガリガリでしょ。勉強なんだよ。誰が来んの。お前かーい。それじゃあ来ましたよ、ついにゴールする時が。ここで戻したと見せかけて下に行けばゴールっていう感じでしょ。明日じゃねえ、ここで何もしなければゴールっていう感じでしょ。力学さあ来ました。どうもありがとうございます。さすがアブトンさんのコース、めちゃくちゃ面白かったね。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ、砲弾をこぎり付け。え違うの、というこのコース。サムネを見てください。このコースですね、ゴールボールに砲台がね全部隠されてるんだよね。その状態でどうやってゴールボールに触れるのか、早速やっていきましょう。そしてクリアしてる方は一人だけ、ノコタンなんですよね。だいたいこういう一発マリオ系一番最初にクリアするのが本当にノコタンが多いんですよ。ノコタンがやらなかったら僕が一番なのにな。一回地面から離れたら着地しないでゴールだね。わかりました。これはちょっと無理じゃないですか。どうやって行くんだろうね。砲台をすり抜けながら行く、いや絶対無理だよね。あの砲台多分ねすり抜けれないと思うんだよね。一回しゃがんでくるり。うわ絶対無理だねこれ。それじゃあ左に進みながら砲台を踏んでみるね。そしてどんどん上に上がる感じじゃないから。ちょっと逃げてしまうね。もう一回挑戦してみるね。左に進みながら踏む。
左です。さっきと同じじゃねえかこれなんとかやってるんだけど、左に進みながら砲台を踏めたとしても絶対に当たっちゃうんだよね、こういう風に。だから左を押しながら進むっていうことじゃないと思うんですよ。やっぱすり抜けれんのかな。いや絶対すり抜けは無理だよね。もしかしてヒップドロップかな。ヒップドロップしてキャンセル、きた全然来てねえけど、でも今みたいな感じだよね。多分このヒップドロップキャンセルをなるべく早い場所ですればいけるんじゃないかな。これでいけたでしょ、やったどうもありがとうございました。あ、見て見て、しかもベストタイム取ってるよ、4.408秒。ピオキング、ダウンロードしたやつでもベストタイム乗るんだね。でもチャレンジ数のところ見て、クリアした人のところがまだ1ってなってるんだよね。これコース ID 入れてさ、ベストタイムが更新されてみるか、ちょっと見てみるね。はい、今ねコース ID 入れてきたんですけど、ベストタイム更新されてるね。のこたん見てますかのこたんさんはですね、リスナーさんでたまにコメントくれるんですけど、ちょっと一言言わせてもらっていいですかね。俺の勝ち。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。